モンスターズインクよりマイクとサリー、以上50キャラクターでした。さあ皆さんのお気に入りのキャラクターいましたでしょうか。ぜひ実際にパークの中を探してみてください。以上キャラクターエッグのご紹介でした。ありがとうございます。はい、というわけでね、50キャラクター一気にご紹介してまいりました。ちなみにですね、一番最後、モンスターズインクのところで、こちらバイオリンの音羽さんがニャンニャンと言いました。これ大丈夫ですかね。あのモンスターズインクの、ね、映画本編ご覧になってない方、もしかすると何やるんだ、ちょっと可愛いからって調子に乗ってプリッとしちゃってニャンニャン鼻につく、息つかないというふうに、ね、思われた方いらっしゃるかと思うんですが、まあお父さんがね変な敵を作るのもそれはそれで面白いんで、このまま特に説明しないで先にってなるね素のリアクションやめてください。じゃあね、一応ね、一応じゃあちょっとだけ説明しておきましょう。さあモンスターズインクにはですね、あのこんなちっちゃい女の子ブーという女の子が登場するんですね。で彼女が、モンスターのサリーをニャンニャンと言って追いかけるシーンがあるんですね。それを再現して音羽さんがニャンニャンって言ったんです。大丈夫ですかね。あのね、あのいや分かるんですよ、可愛さを鼻にかけてイラッとするわっていうのはね楽で承知なんですが、ね、仕方なくだよね、仕方なく仕事だからやってることなんでね、一つ勘弁してあげてください。さあさあさあ、というわけでね、キャラクターエッグご紹介してきたわけですけれども、大悟くんね、大悟くんもそうだし皆さんもねすっかり忘れてると思うんですけど、僕ジャングルブックのところで大悟くんには後頭部スコーンってやられたの忘れたいからね。気づいた方いらっしゃいます。ちなみにあパラパラいらっしゃいますね。僕がねジャングルブックのところでこうやって木の役やってたでしょ。でバルーがキングルインになってこっちに移動するときに頭をこづかれたんです私ね。あのメールミサイはなんだ、今なんて言ったの、聞こえました、聞こえませんね、こっちの方は聞こえませんよね。メガネって言いました。なんなの、普通の悪口じゃない、んじゃないよ、自由な発言やめてくれ、人を指ささない、失礼ですよ。はい、というわけで、キャラクターエッグのコーナーでした。ありがとうございます。